久々は久々なのかな。そうね、久々ね。そうか。うん。お前だ、大丈夫なのか、うん、耳。なんか耳が、あの、聞いてる人に、あの、説明しとくと、うん、あれだよな、うん、右、どっちの耳、右左左、もう両方。両方の耳が、なんかちぎれたらしいんですよ。うん、まあ、機能で言うとちぎれたと一緒だけど。完全にないんだ。ね。で、その2つを合わせて、あの、中に、あの、うん、肉詰めて食べたんだよ。ニンニクと。もう、方一。きついよ、ほんと耳が痛くてね。G 中の運営だろ、だから。G 中、ん？うん、G 中、そうそうそう、それそれ。さあ、でもさ、なんか、うん。ほんとに心配だけどもね。うん。まだ、あれなんだろ？こう、痛いとか症状はあんの？中耳。そうだね。だから、あの、イヤホン入れるともう激痛なの。それは知らないけど。だから今、もうあの、イヤホン入れずに、今日は、あの、耳に電話を当ててね。ああ、まだその方が楽ってことね。そう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 。だから、あの、あれなの。今日カンペなしなのよ。だから俺がじゃあ、お前コール&レスポンス。いや、だから間違えたら言えばいいってことな、俺が。うん。最初のあれをね、あの、ちょっと空で言わなきゃいけない。なんだろう、逆に今まで、うん、もう何年もやってるからずっと空だと思ってたんですけど。いやいや、あの、しっかり読んでたからさ。しかも、これ撮るの自体久しぶりじゃない ?1 ヶ月ぶりぐらいじゃない、だから、本当に、自信ないよ。あとさ、なんかまあ、これは、本当に、今ここで言う話じゃないからあれなんだけど。はいはい。うんうん、これまあ、朝の10時、いつも通り10時とかじゃん。朝じゃん。そうだね。うん。その、この、もう回してんだけど。うんうん。そう、回す前にさ、うん。あの、今 LINE 繋いでさ、その前に、あ、じゃあちょっと待ってってお前が言ってさ、あの、うんうん、嫁にさ、今からラジオ一本撮るからちょっと家のことやっていてって言うのやめてくんねえかな、それ俺に聞かせます。あ、全部聞こえてたのね。ね、素になるっていうか、なんか嫌なのよ。お前はお前で、ね、あの、うん、家庭のやり取りをやった。見えるでしょ、一連の流れをやった後に、お前は耳に電話を当て、周りから見たらなんか変なこと言ってる人みたいに。そう、車の中でね。てくんないかな。シャケオーケストラの鮭の話。ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。シャケオーケストラの鮭の話、司会進行のシャケオーケストラです。アシスタントのコシモモです。モミモミ。鮭オーケストラ、鮭オーケストラの鮭の話は毎週土曜日午前1時に YouTube で放送中です。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。いけるラジオへのお便りは鮭の話 @gmail.com にて受けたまわっております。緊張してんの。その後何かあったかな、また、スポンサー様募集しております。1エピソードのみのスポンサーでもお気軽にお問い合わせください。今回の放送は美容室駒澤ブリーさんの提供でお送りします。まあいいんじゃないか。はい、うん、あとね、本当にまあ後で話すけど、先週、はいはい、先週これほら急遽、うん、オクラから出してきたラジオが流したから。あ、流したのね。はいはい、はい、あの5月からと思ってたんだけど、ほらスポンサー様の名前言えなかったから、はいはい、お前あ、はい、今あの3回ぐらい言って、もう一回。今回のスポンサー様は美容室駒澤ブリーさん、美容室駒澤ブリーさん、美容室駒澤ブリーさんの提供でお送りします。でいいだろ。これ雑な。あとさ、いいのかな。あとさ、うん、一応念のため、用意はいって言うから、うん、このんなんて言うんだっけ、いつも。今回の提供は。今回の配信、放送はか。配信はか。わかる。配信は、はい。今回の配信は、
美容室駒沢ブギーの提供でお送りしますって、はい、綺麗に言っていくよ。あ、わかりました。はい、よーい、はい。今回の放送は美容室駒沢ブギーさんの提供でお送りします。それを困った時差し込むからなんで駒沢ブギーが絶対もうレギュラーの提供プロスポンサーしてくれるかの前提で言ってるけどあとすぐ取りゃいいじゃんっていう話なんだよ。ちょこちょこ会話の中に駒沢ブギーさんを入れていけばいいそうだから、でももうこれで一回これをあの切り取っとくから後でそうだね、万が一の時これお前のその言った後に、うん、あの忘れたら入れりゃいいから、ちょこちょこ入れればいい。それならさ、それならさ、いつも言うやつ取っといてくれって思うよな、お前は。そうだね。本当だよな。毎回読まなくてもいい。それ取りゃいいじゃんな。うん、もっと言うと、前のやつから抜いてくりゃいいだけの話だ。いや、でもほら、上に音楽入ってるから。ああ、そうだよね。そうそうそう。いや、まあ、確かに確かに。いいんだけどさ、本当にさ。うんうんうん。嫌だよな。本当、先週のやつ、お前、また今度聞いてみればいいよ。お前さ、でもさ、そうだね、いやもう、うん、お前ほんと地獄だよ、地獄だし、あのそうでしょうね、俺、うん、俺の優しさを感じると思うよ。そう、あのさ、もうさ、もう覚えてないからさ、あの、うん、あの放送中 10% だとして 15% ぐらいピーって言ってたよその声ね、うん、お前の違う上に、うん、上に俺がだから編集したんだからそういうことね。これは言えないこと、うん、俺がっていうよりさすがにお前がはやばいなと思ったからあーそうなのね。そう、例えばお前のその義理の親父がまたピーって入れなきゃいけないじゃんまたこれピーそこ俺全部入れたからな、偉いだろあ、偉い偉い。でも今回も入れてよ。そう入れるし、ね、お前がなんかお母さんをみたいな話とか言ってたから、覚えてないだろ。覚えてないし、俺もハッとしたもん。そんなこと言ってないと俺もいつも基本的に聞かずにやるんだけど、はいはいはい、聞いといてよかったと思って。これマジでこれ、まあ今のところは、今のところはP入れないけども、うん、いや入れて入れなきゃ、せっかく前回入れてるんだから。何が怖いってさ、俺はまだしもさ、お前もさ、うん、なんか酔っ払ってるからか分かんないけど、全然やばいって思ってないんだもん、うん、お前から言ってるから楽しそう、ね、こいつら楽しそうだし、こうやってなんかあの、うん、食とか失うんだろうなと思って、あのこういう人たちがどう録音されて俺見たことあるもん。そうね、あの LINE を間違えてね俺見たことあるもん、なんかそういう告発ハラスメント系のやつで、あ、はいはい、あの過去のもの掘り出されてねダメよ、うん、ありえるよ、全然ありえるよ、ダメよな、よくないよ、違うん、よ、本当出したくなかったんだけど、でもなかったから、たまにまあでもいいんだよ、しょうがない、お前のほらほらお前の病気のせいだから、うん、病気っていう生々しく言ってやるけど、お前の病気のせいだから、その時はほらスキップしてくれればいいじゃないいや俺一応ねある分ね、まあね、うん、まあいいけども、でもほらそうだから病気がちだったのよ最近。いやお前だから最近じゃないのよ、もうここ2年ぐらいなのよお前。まあね、中耳炎になったでしょ、あと膝を痛めたでしょいや前々回かな、あのダイエット始めたみたいな話をしたじゃない、懸垂やって首やられたっつったじゃんでしょ。でその後その4月に入ってね、ダイエットのためにジムに行ったり走ったりしてたの。偉いじゃん。そうでしょ。で、まあ、結果7キロ痩せたんだけどね私、うんうん、あのその走ってたらさ、うん、膝やっちゃってさ。そうだからもう自転車よ俺たちは。そうもう走れない、カッコつけんなよな、もう俺からすればお前カッコつけてるなと思う、もうジムで何カッコつけてんだよと思う。自転車でいいんだからね。ああ、そうよ、そうしかも最後ちょっとだけダッシュしてみようとかでカッコつけるじゃん。そうカッコつけんなよ、うん、せっかくだからちょっと角度つけて走ってみたりして。カッコつけんなよお前お前もそんなお前フェーズじゃねえんだよお前こっちは。うん、膝やってしまってさそうあそううん、いやでも大変よ、うん、まあ、聞いたけどお前調べたよ俺、一応中耳炎のその中耳炎原因で。あ、はいはいはい。大人の中耳炎もストレスだって書いてたから、やっぱお前。あ、そうなのかな。そうだよお前だ、急にだろ。急に、まあ風からの中耳炎だから、なんか
鼻の菌が耳に飛んだんじゃないかなって先生は言ってたけど。面白い。鼻の菌が耳に行ったっていう言葉は面白いな。多分そいつ出世しねえもんな。鼻の菌が、鼻の菌が耳に入ったやつって出世しないもんな、多分。うん、しないね。出せないしな。いや、だけど、その菌が入るのもやっぱストレスとかな。あ、まあね、うん、弱って、ストレスで弱ってるとか、ね。お前ってストレス感じるの？いや、まあそんな自分では感じないタイプとは思ってるけどね。だから、そういう人がこそらしいよ。うん、ああ、うんうん。急にパーンってなんだから。うん。まあまあ大変でした。本当にあれ痛いのね。なったことないでしょ。別に俺マウント取られてる気持ちないよ、それで。いや、ほんと一回経験してほしい。びっくりするから。なんか、俺はもう上の段階行ったよとか思ってるかもしれない。ないよ。まだないでしょう。そうがないよ、全然。びっくりするんだから。どう、あの、例えば耳かきを突っ込んじゃった時、うん、いやー、今想像するだけで痛いけど。ああ、いや、もう顔、半分が動かない。ああ。あれだ。だからずっとこう、しかめた。スクーターバイク事故後のビートみたいな感じか。でもそうそうそう。なんでそれで言うのかがわかんないけども。でもほんとそんな感じ。まあ、だからずっとこう、なんかギってなってる。おたふくとかリンパが腫れてるような系の痛みだ。あの、熱がある。そうだね。ね。そうだね。うん、そういうことだね。うん、そうそうそう。そうなのよ。大変だよな。仕事は行った。大変だ。仕事はした。お前、衣笠だな、お前。鉄人鉄人でしょ。いや、でも本当に、だからね、もうラジオ撮れる状態じゃなかったのよ。いや、そう、うん、いや、多分、そんぐらいのやつなんだろうなと思ったから、あんまりグイグイは言わなかったけど。うん。そうそうそう、もうね、笑えなかったからね。まあな。うん。しょうがない。まあでも、やっと落ち着いて、そうです。そうです。お前はだから、うん。体な、やばいな。まあまあまあ、でもね、本当にダイエットしてよかった。お酒ももうね、全くやめたんです。あ、そう。うん、一滴ももう一ヶ月以上飲んでなくてね。楽しいよな。うん、もう、飲みたいとも思わなくなっちゃって。だから、抜けたってことだよね。うん、抜けた。もうすごく健康的。じゃあみんなとご飯とか飲み会行くときも飲まないんだ。飲まないね。ゴールデンウィークもあったけど。その家族。飲まなかったし。実家とか行っても飲まないんだ。あ、飲まない飲まない。周りは飲んでても何とも思わないんだ。あ、思わないね。でもそこ行けたらすごいよな。なんか、うん。自分が飲まないはやれるんだけど、うん、こう、打ち上げとかさ、うん、そういう飲み会の席でさ。あ、はい、はいはい。じゃあまあ、ここはっていうノリになるじゃん。うんうんうん。それなんなんですごいよな。うん。そう、それでももう飲まなくていけるようになったし、周りももう、飲まない人ねっていう認識で いてくれるから楽にはなったね。あ、そう。うん。すごいじゃん。だからね、最近はね、お酢を炭酸水に入れて飲んでる。お酒の代わりに。わかんないけど、夏木マリみたいなこと言うな。わかんないけどな。わかんないけどね、イメージね。うん。そうか、すごいじゃん。そうそう、そんな、こんな。なので、まあちょっと、うん。まあ俺も、なんか、やっぱ、ちょこちょこは、体は、うん、ちょっとずつは絞ってるけどな。ああ。うん、だから、飯食い動画見て、羨ましいなと思ってるよ。え、でも食うのは食うんじゃないの？別に、ほんとそこも我慢してんの？炭水化物系はもう全く。あ、そう。全くです。うん。あ、そうなんだ。そう、だから、卵かけご飯食べたいなと思ったもんな。あれな。卵かけ。見てて、うん。美味しいよな。うん、よかったな。米、玄米とかで食えばいいんじゃないか？そうだね、うん。そうそうそう。俺、だから離島行った時ずっと玄米だったけど、うん、玄米がうまいと思うもんね、やっぱね。あ、へえ、離島の時玄米だった。ずっと玄米だ。しかも 100% 玄米みたいな。ああ、すごいね。うん、噛むのが楽しい感じだよな。あ、はははあの、
ちょあれでしょ、ちょっと硬くて水分が少ない感じなんでしょ。そうそう、だけど噛めばこう、うん、いいよね、中からおめでとうが来るじゃん、あのおめでとう糖質がよく噛んだね、ご褒美糖質そうそうそういいね、はい、ドラクエで言うところの壺投げてる感じやなはいはいはい、中から出てくるからねそう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 、それがやったらいいね、うん、それはいいよね。でもさ、 TikTok で言うとよ、まあ別に、うん、何度も言うけどそこまでこだわりないからいいんだけど、はいはい、毎日あげてんじゃん、うんうん、でね、うん、まあまあありがたいことに結構見てるじゃんみんな、はい、そうだね、大体なんか1万以上はいくじゃん、はいはい、うんうん、だけどさ急によ、うん、うんうん、なんかそれこそその辺の前かな、九州ぐらいの時なんだけど、はいはい宮崎のね、はい、釜揚げうどんが有名なのよ宮崎って。あ、はいはいはい、でそこの釜揚げうどんとなんかあのもう一個つけたじゃん、おにぎりとか、うん、はいはい、お稲荷さんつけて食べて美味しいねって食って、あ、はいはい、うんうんうん、それがもうあの急に200とか、うん、100とか、全然回る1万とかが急に100万とかいくってこと、なんなんだろうね。でまあまあええわと思って、うん、で次の日のやつもあげたら次のも200とか、へえ、ほうほうほう。それがね、ずっと続いて、うん、ではなんか、うん、あれは要は、おすすめに乗ることで、うん、はいはい。あの、上がるらしいの。だから、うん、フォローしてる人が見てるっていうよりは、フォロー、はい、その人が見たのがおすすめに、だから要は、TikTok のうちらの口利きいかんだよ、みたいなことなのよ、要は。はい、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 はい。うんうんうん、そう。こっちの小手先だよ、と。そうそうそう。うん、でそれがいわゆるシャドーバンって言うんだって。バンってほらアカウント消されることじゃん。あ、はい、うんうん、あのあとあの動画を止められることじゃん。うん、はいはい。止めはしないけどシャドーで影で止めてるみたいなね。うん、あ、へえ、はいはいはい。ほうほうほう。でもさ、どう考えたってその理由がないのよ、その別に。そうね。じゃその宮崎のただ飯食いだからね。動画見て例えば不快だっていうことも、うん、いや別に毎回と同じようだし。うんうん、もしかしたらと思って宮崎の歓楽街のなんかの風俗の看板とか、はい、うん、うんうんうん、これ乗ってんのかなと思って全く乗ってないのよ、うんうんうん、全然わかんない。お前そのなんかある理由、考えられる理由、考えられる理由、まあ、夜だったよ、でも夜の食ってる時もある、ね、いやいや、うん、うん、そうね、別にその卑猥な表現もしてないしね、なんか喋らないしね、そういう意味で、うん、俺本当に一個だけもう考えて絞り上げ出した結果、うん、これしかないと思ったのが、うん、それだから、はい、お稲荷さんを食べたことでその金玉だといやしかない、卑猥ってお前が言ったようにお稲荷ティック金玉を俺がむしゃぶってるね、それ卑猥よ。いや、それだとしたら、それさ、だとしたら、皆さんあんまりじゃないですか、だとしたら。だとしたら、その、もうアカウント停止よ。いや、じゃなくて、レベルとしてなんで停止されんのよ、そんなさ、俺がお稲荷さん食べてるだけで。食べてるだけでね。いい加減にしてよ。いや、ほんとだよね。そ別に舌ベローンとか言ってないのよ、普通に。そうだね。あんなもん、あんな感じでお前、金玉、あの、噛み散りしてたら大変なことだぞ、お前。あれを金玉と取られたら、ほんと TikTok の運営が無能だよ。でもなんか、次からだいぶ厳しくなるのが、うん、なんかライブ配信でまずお酒飲めないんだって。あ、へえ、はいはいはい。とか、あと、うどん食べるのとかも、うん、食べてる絵を見せながらじゃないとダメなんだって。蕎麦とかラーメンとか。どういうことよ。要はなんかそのお口でしてるみたいな音に聞こえるとか、もうさ気持ち悪い。もうさ、俺さ童貞が運営してるのかな。童貞っていうよりさ、なんかあの、うん、聖マリアンヌ教会での学あのミッション系の女教師がミッション系の女教師が審査してんのかよ。意識しすぎておかしくなっちゃってるやつじゃん。うん、本当だよね。お口でしてズズズズズの音がダメみたいよ。へえ。へえね。へえ。まあ難しくなりますわね。だからさ、YouTube だのさ、うん、そういうののさ、うん、もう基本的なやっぱ、うん、
最初どこまで行ってもしんどいのはさ、結局さ、そいつらがダメっつったらそのみんななくなるわけでしょ、それが。まあそうだね、ルールに従わなくちゃいけない。そうだよね。だからまあまあ別に、うん、だから飯食いぐらいにしといてよかったと思うよね。ああまあそうだね。ここでなんかね、うんうん、まあなんか確かにね、あのね、飯食いフォーマットは変えなくていいもんね、その買い手があったとしても。そうだね。だし、うん、まあただそう、稲荷さんだけちょっと気をつけながら。だし、まあ、バンされてもな。はい、そうですか、だし。あ、まあ。腹立つなと思う。まあ、そうだね。うん。っていうか、だって、大変だ、なんかコメント、めっちゃ DM とか来んだもん。なんで最近出してくんない、出してるよって思う。何出してくんないって。要は、その2、3日、そのシャドーバン的なことされてたじゃん。あ、はいはいはい、あ、はいはい、出してるよと。うん、出してるのに、その、シャドーバンされてるだけだからね。あと最近は、わざわざ、そのアカウントまで行って見てますとか。だから、要はおすすめで出ないからね。はいはいはい。うんうんうん。知らないよ。知らないよってか、ありがたいけどし、うん、ね。まあまあね、その、TikTok 側のね。本当だよ。うん。あ、そんなかある、ね。逆に俺、金玉食ってみようかなと思う。どうなるんでしょうね。いい、ちょっと、お願いしていい、ちょっと、お前。私のだけど、隣にいるのうどんは置くから。こう、ぐるっとね。噛みちぎるけどな。うん、大丈夫かな。もういいよな。アンチテープ、ね、3人いるし、子供。そうだね。うん。もう予定もないしな。本当だよね。もう大変だよ、ね、うん、いや、大変ですね。一個一個。なんか、お前じゃないんだけど、お前じゃないって言ってさ、うん。うん。あ、というよりもさ、はい。飯食いで思い出したけどさ、はいはい。世の中のさ、はい。女優とかアイドルってもう一生外食しんどいだろうな。ああ、その、指さされるからってこと？いや、そんなレベルじゃないよ。ああ、おお、まあまあ、そうだね。それは思うよ。だお前分かってないんだけど、例えば、うん、俺毎回こういうさ、可愛い子の例で出すのがもうステレオタイプで悪いけど、広瀬すずちゃんがな。はい。うん、おじさんですね。知らないから、他に。うん、他が知らないから、ね。浜辺ちゃんがな。うんうんうん。ああ、はい。生稲晃子、生稲晃子ちゃんがな。生稲晃子ちゃん、私知らないけど。古いのかな、ちょっと。おそらく。飯食い行って、何でもいいよ、ラーメンでも、はい。うんうん。でさ、ラーメンなら特にいいわ。うん、美味しいラーメン食べて美味しかったですとか。うん、はいはい。あとさ、俺絶対って言っていいほど、99%、うん、100% に近いほど、うん、その、広瀬すずの帰った後に、うん、ラーメンのスープ飲むと思うんだよな。ああ、はいはいはい。うんうん、お箸使持って帰ると思うんだよな。あ、そういうこと店員さんだったらってこと？おん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 、それきついだろうなと思って。ああ、本人は、うん、だってそう思わん。あ、どだって お前がアルバイトだったらさ、どう思う。いやいや、別に、じゃあその、うん、裏よ、もう見てないとこで、うん、めっちゃお前のファンがいたとして、うん、はいはい、で、うん、あ、お前ファンって言ってたもんなっつって、そのバイトの先輩がな、うんうん、例えば、いや、じゃあお前ちょっとこのいいよ、この、うん、レンゲでスープ飲んでいいよって言われ、そのノリの中どうする？飲む。だよな。いや、うんうんうん、それで、ははは、じゃん。だし、うんうんうん、嬉しいな、じゃん。ね。うんうんうん。俺はしないけど、そういうことは。なんか、うん、餌まかれて釣られちゃう感じがする。っていうよりは、俺はほら、それ、悲しさを、辛さは分かってるから。はいはいはい、うん、だけどお前とかしちゃうわけじゃん、そういうの。そうバカったみたいなね。そう、お前だって、うん、お前は広瀬すずなんでいつも広瀬お前広瀬すずが腰揉んでくれって言ったらケツ揉むだろ、お前は。あ、揉むよ。お前はダメだよ。揉むもみみからのむ、いつもみなのに。揉む、うん、初めてもみもみが人格を持ったよ。ここはまだ腰だからねって言いながら、プロのふりして揉むよ、そりゃ。お前この
このお前よ、このラジオ撮るお前、1分前にお前嫁に、これからラジオ撮るから、ちょっと30分じゃないのよ。そのラジオがこれかよ、お前。やめちまえよ。ほんと、うん、聞かせられないよ。いや、でもさ、そう思ったら、そういう人たちの気持ちって強くないときついだろうなと思うよね。まあ、確かにね、どこ行ってもね。だって、俺が今言った、その、あのスープ飲むんだろうなは、まだ、うん、まだ軽い想像の方よ、俺が言ってるの。ああ、そうそうだね、確かにね。そうよ。うん、うん、そうね。かわいそう、かわいそうかな。そうだね。まあ、でももうさ、どこか、そこから、そこの、なんていうのかな、意識がぶっ飛んでる人たちなんじゃないかな。だから、お前が多少、結問でも。うん、好きにしなさい。絶対ポリスメンだよ、お前。バカじゃないの？それところとは別だろ、お前。絶対好きにしなさいなわけねえじゃん。アホかよ、お前。意外にしろよ、お前。いや、もう、慣れて、もう、どうぞ好きにしなさい。あ、そう。うん、なんなら、ケツ上げて。そうそうそう、どうぞ。寝バックの感じで。やめろ、お前は。はい、じゃあ今日の一曲を。今日の一曲、そうだね、久しぶりだから、そうだね、俺 VS。はい。ね、P を入れるのはちょっと忘れそうで怖いですけどもね。はい、ああ、もう入れてください。今日もたくさん入れてくださいね。はい、ということで。そして、うん、マザーブギーさん、今後とも。何？マザーブギーさん。入れとかなきゃ忘れてたから。はい、じゃあよろしくお願いします。社協オーケストラとコシモモでした。
鮭の話。